年末寒波を吹き飛ばす壮絶なサバイバルレース。この緊張感こそスーパースター、この激戦こそスーパースターです。稀に見る混戦ムードのトライアル、3回戦の12レースが行われます。西内荒尾聡、青山周平、金子大輔、早川聖太郎、香谷武明、二村飛龍、木村武史、そして高橋光部です。現状手元の計算では東角ランパー永井大輔、飛田も近いところにはいるようですが、かなりの激戦となっています。今節初の12レース、試走タイムを上げてきた青山周平、人気の中心、勝負がかかる荒尾、さらには金子、早川、この辺りも注目を集めています。そして高橋光も2号の試走タイム、ここで決めてくるか高橋。12レースの発走でございます。ブルーランプが消えました。3秒前、トライアル3回戦12レーススタートしました。さあまずは注目のスタート、伸びるか青山、そして二村飛龍が好スタートを切りました。二村が2番手、内の方はかなり窮屈なところで荒尾と金子、さらには5番の加賀谷が3番手、二村が前を伺いましたが青山周平しっかりブロック、2番手二村、3番手に加賀谷がつけています。さあ加賀谷も勝負がかかっている、二村も同様であります。さらには金子大輔がインコースから上がってきた。さあ金子が上がってまいりました。今年も試練が待っていた金子大輔でありますが、しかし戦いはまだ終わっていない。金子3番手上がりました。加賀4番手交代、そして虎視眈々と高橋光が中段の5番手であります。試走タイム2号の高橋、まだ余力ありそうか。1番の荒尾ですが現在は中段の位置、ディフェンディングチャンピオンの荒尾ですがやや苦しい感じになっています。現在6番手後方木村、最後方が4番の早川聖太郎。早川の今年のスーパースターが終わってしまう中、最後方残り5周回、先頭青山周平、自分の勝ちパターンに持ち込んでいます。2番手が井村、3番手3番の金子、金子の動きも目立ってきたか。さあ金子が同期井村のインコース狙っていく。昨日もこの2人マッチアップがあったが、おっと、なんということでしょうか。またしても、なんとまたしても金子が落車しています。また悪夢が待っていました。金子2番手井村、3番手1番の荒尾が上がっている。荒尾が息を吹き返す形となりました。5番の加賀谷、4番手高橋光は落車の影響も受けたでしょうか。1番後ろの7番手に下がっている金子が落車しています。先頭2番の青山周平、2番手6番の二村飛龍、二村もここ1番のスタートを決めていきました。そこに荒尾がまだまだ前を伺っていく。残りは2周回、前の4車抜け出しました。加賀谷までまだ4番手で前を伺います。さあこの辺り僅差、荒尾が2番手狙っていく、二村が抑え込んでいく、3コーナーに抑え込んだ荒尾3番手、内側から加賀谷もまだ伺うか。残り1周、最終周回に入りました。青山周平先頭であります。新村もここは健闘して2番手の位置をキープする。荒尾がまだ前を伺う、どうだ、いけるか、いやここはいけない。逆に加賀谷が荒尾との車間を縮めているが、ここは体勢変わらないか。青山周平が連勝ゴールだったか。青山周平どうやら連勝ゴール。しかしこのレース落車が発生しています。投票券は大切にお持ちください。大晦日決戦を決定づける青山周平の連勝ゴール、2番手二村、お手持ちの投票券は確定までどうぞ大切にお持ちいただきたいと思います。最終レース金子大輔落車しました。激戦が今日も続きました。トライアル3回戦が終了しています。さあそれではスーパースタートライアル戦第12レース1着になりました青山周平選手にお話を伺います。1着おめでとうございます。はい、ありがとうございます。連勝ゴールです。今のお気持ちを聞かせてください。嬉しい反面、まあ落車があったりとか、まあ自身のペースもなかなか上げられなかったんで、はい、ちょっと複雑です。今日もトップスタートから押し切りました。エンジンの手応えとしては昨日と比べて今日どうでしょうか。昨日よりは良くなったと
思うんですけど、11レースから12レースになって、必然となんかタイムが上がった感じなので、正直どうなのかまだ分かんないです、はい、今日ドドド大丈夫だったですか？やっぱり来てしまったんでまた違う対策をしたいです、はいはい、じゃあそのあたりはまたいいタイヤを見つけてということになりますかね。そうですね、はいはい、スタートは問題ないですね。スタートは、ちょっと今日ミスっちゃったかなと思ったんですけど、内幕な分何とか、いけました。では明日以降の意気込みを一言聞かせてください。はい、明日も、明日こそは逃げ切りの、最後を締めずに走れるように頑張りますので、ぜひご来場して、応援してください。よろしくお願いします。おめでとうございました。青山周平選手にお話